チャンピオンの座を競い合っています。その舞台は、仕事探しは、インディードのメロディーでおなじみ、インディード CM オンエアバトルと題して、5組の芸人たちが台本なしの即興ネタを披露し、その面白さを競い合う。インディード CM オンエアバトル、インディード特設サイト報酬1万円で審査員を募集。最近の賞ーレースでは、審査員を務める芸人さんの顔ぶれや、 言動も何かと注目を集め、インディード CM オンエアバトルで審査員を務めるのは CM を見ている皆さん、求人検索エンジン、インディードの CM という仕事としてお笑い審査員をしてくれるアルバイトを30名募集しています。審査員に選ばれた皆さんの仕事は一番面白かった芸人さんに投票すること。もちろんギャラも出ます。 投票するだけで、報酬として1万円が支払われるのです。インディードで検索、インディードお笑い審査報酬1万円千鳥も、人気芸人5組が、即興ネタを披露を、インディード CM オンエアバトルは12月6日から、スタートし、銀シャリ、ジャルジャル、野生爆弾、笑い飯の4組が参加しています、賞ーレースのチャンピオンあり、大御所芸人から高く評価される、コンビあり、 お笑い以外でも活躍する個性派、コンビありと、いずれ劣らぬ実力者です。そこに、即興 CM はわしらが元祖ゃ、と緊急参加したコンビが、インディードで数多くのアドリブ CM を披露している千鳥です。こうし、五組による熾烈なバトルが繰り広げられることになりました。5組が即興ネタを披露するのは、コンビに、居酒屋、 アパレルという3つのシチュエーション。台本は一切なし。その場で考えた6秒間の即興ネタを披露しています。CM は12月6日から順次、全国でオンエアされ、インディード CM オンエアバトル特設サイトでも視聴することができます。皆さんの投票によってチャンピオンに選出された2020年の年始のインディード CM 枠単独ジャックが約束されています。 お笑い審査員は、インディードで検索。お笑い、インディードの検索窓にキーワード、インディードお笑い審査報酬1万円と入れて、検索すると求人情報が表示され、応募することができます。審査員に選ばれた皆さん、事前にテレビや特設サイトで CM を視聴し、最も面白いと感じた芸人さんに投票していただきます。選ぶのにかかる時間はわずか1分程度。 投票を終え、報酬として1万円が支払われます。インディードで検索、インディードお笑い審査報酬1万円ツイッターでも、投票に参加可能。審査員に選ばれなかったけど、投票に参加したという方は、以下の方法でも投票に参加することができインディード公式ツイッター、インディードジャパンの投稿に、いいねまたは、リツイートご自身のツイッターアカウントで、インディード組む。 オンエアバトル及び、インディドジャパンをつけ面白いと思った CM 動画をシェア。ツイッターでの投票は1回につき1票。お笑い審査員に選ばれた方の投票は1回で100票。文がかす。ぜひこの機会に、インディードで、インディードお笑い審査報酬1万円と検索して、あなたもお笑い審査員になってみませんか。新しい笑いを作るの CM を見て応募したあなたたちです。 inteed で検索してみよう。PR 企画 inteed, live.